今朝、札幌市内の住宅で火事があり、住人はストーブから火が出てカーテンに燃え移ったようだと話しているということです。午前7時15分ごろ、札幌市北区篠路9条4丁目で建物から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、建物の2階およそ40平方メートルが焼けました。この家には80代の母親と60代の娘が住んでいましたが、逃げて無事だということです。また2階のポータブルストーブから火が出てカーテンに燃え移ったようだと話しているということです。